皆さん、せいやですよ。というわけで今回こちら、サンタギアソリッドインテグラルやっていきたいと思います。まあどっかで聞いたようなタイトルですけどね。ちょっと誰が作ったのかっていうのはわからないんですが、とりあえずフリーゲームということでこちらやらせていただきたいと思います。せっかくのせいやですしね、潜入していきましょう。12月24日、世界は二分された。クリスマスと呼ばれる日の幕開けである。こちらクロス、マスター聞こえるか？良好だクロス、どうやら無事到着したようだな。ああ、何も問題ない。しかしここからが本番だ。ここから先は一切の援護も援助もない。単独によるスニーキングミッションだ。やれるかクロス。で、任務の内容は？今回の任務は単独潜入によるプレゼントの配布だ。クリスマスといえば子供たちがプレゼントを楽しみにしている。プレゼント？どういうことだマスター、何も持たされてないぞ。いいか、よく聞いてくれクロス。今回の任務で君がここに来たことを悟られてはならない。よって君が潜入した痕跡を残すようなものは一切持たせることができなかった。つまり必要なものは現地調達。その通りだクロス。プレゼントはすべて現地調達。厳しい任務になるだろう。さらに人に見つかることがあってはならないぞ。もし見つかったら、君からプレゼントを奪おうと追いかけてくるだろう。実際に持っている持っていないに関わらず、殺してでも奪い取ろうとするはずだ。もし見つかってしまった場合は人のいないエリアに一旦身を隠すんだ。いいなクロス。それでまずは何をすればいいんだ？まずはこの町の最北西の建物に向かってくれ。そこのアパートが今回の配布ポイントだ。しかしマスター、まだプレゼントは手に入れていない。どうする気だ？まず、どんなプレゼントを欲しがっているのかを知る必要がある。それを調べてくれ。わかった。それと、今回の任務におけるスタッフを紹介しておこう。ヘレナ・バーベムよ、よろしくね、クロス。彼女はセーブを担当してくれる。この通信の後にでも一度セーブをしておいた方がいい。話が長くてプレイヤーがめんどくさがる恐れがある。プレイヤー？何のことだ、マスター。いや、なんでもない。こっちの話だ。次に。ニコラス・グリーンだ。よろしくな、クロス。アイテムについては俺に聞いてくれ。では頼んだぞ、クロス。というわけで、やっていきましょうか。潜入ですよ、潜入。まずは、最北西の建物に向かうということなんですけど。いやー、今回ね、いつもフリーゲームを撮るときは、ロイロゲームレコーダーの方を使ってるんですが、なぜかそちらでは、録画の方ができませんでしたので、とりあえずこの、バンディカムで10分間制限があるんですが、それでやっていってます。なんか向こうにアイテムらしきものが浮いてるけど、これは、あ、裏から回れとか、覚醒剤を手に入れた。危ない薬ですか。体力の最大値が増える。ある意味危ない薬だけど、まあ、使っとくに越したことはないでしょう。ステータス強化的なものは貴重ですからね。さあ、ここからどうやって抜け出すか。とりあえず、赤いところに入ったら多分追われるんでしょうから、入らないようにしなきゃいけないんですけど、なかなか警備が厳重ですね。向こうのポストの裏あたりが多分見つからないポイントになってると思うんで、今。まあこんな感じで隠れていけばいいのかな。最北西ってことは、とりあえずここから左上に行けばいいってことですよね、多分。ここって感じ？なかなか振り向きが早いガールがいるぞ。ここかな？で、こうか。よし。マスター、例のアパートに到着した。順調だなクロス。目標はそこの201号室にいるはずだ。そこに向かってくれ。201号室は2階の奥の部屋だ。了解。じゃあ行きましょう。これが一応人のいないエリアってことになるんでしょうかね。とりあえずこの階には誰もいなさそう。一回セーブしておこう。体内通信でヘレナか。クロス、セーブする？もちろん。すいません。ちょっと最初のテストというか、録画のタイミング合わせのために一回セーブさせていただきました。じゃあこれで、行きましょうか。おっと。これは一般人か？お風呂には特に何もないのかな？
やっぱアイテムのことについて説明してくれるっていうんで、多分まあいいか、とりあえず手に入れてから考えよう。こう言ってこの辺か、この辺まで大丈夫で、ストーブで、次がここまで来れば大丈夫。この覚醒剤についてなんか聞けるのかな。どんなアイテムも使い方を間違えれば効果はない。それだけは気をつけてくれ。はいはい。特に聞けないみたいですね。こういうのって大体使った後とか無理か。まあいいや。じゃあとりあえず、やばい。危ない危ない。この辺からこうか。よし。まあまあ、なかなかのザル警備で油断してると足元救われますからね。この部屋にアイテムはなさそうだから、ここに用はないな。おじいちゃんおばあちゃんですしね。手荒な真似はしたくない。というか攻撃手段はな、あるんだろうか。まあいいや。じゃあまず見続けちゃってるんで、こっちから。向こうになんかアイテムがありますね。ここは視界が届かないから、このソファーの裏か。で、ここ?危ねえ。シビアだなぁ。これ人の真横とか大丈夫なんですかね?もしかして。まあ何でもやってみるに越したことはない。てい。バレないっつ。最高ですね。じゃあこっち向いた瞬間にこう。回復剤。これは読んで字のごとくか。体力が回復する。まあ上限を上げたんで10ぐらいは減ってるようにも見えますけど、これは大丈夫なんでしょうね、きっとね。で、こうか。ここ大丈夫か。大丈夫か。じゃあこのソファー横、危ねえ。あの振り向き早いな、男の方は。で、どうしよっかな。ちょっと心配なんで一旦セーブしますか。一応振り向くことには振り向くけど、ちょっと突破するには心配ですね。一旦上行こうか。なんかパツキンの兄ちゃんがいるけど、でもこれは上を見てる時間がそんなに長くないか。ランダムか。どこから行けば一番最短なんだろうな。兄ちゃんの横に立って、で、こっから、こうでいいんじゃない?よし。はまったはまった。こうですね。覚醒剤を手に入れた。まあこういうのはどんどん使っていきましょう。集めるに越したことはない。ただ原作でもアイテムにこだわりすぎると、痛い目を見ることになるんで、あんまり、なんでしょう。見つけたら取るぐらいの、おお、怖っ。これ、そうだよね。振り向くよね。ここ、もう一歩大丈夫か。ここだ。これ、部屋から出た瞬間に見つかるパターンとかあるのかな?だったらちょっと鬼畜じゃないかい?これは、どうだ?向こうの男は、あ、バンディカム的にキャプチャー時間がちょっと心配ですね。ちょっと一旦切ります。はい、戻ってきました。まあ、1本20分ぐらいの目安でちょっとやっていこうかなと思います。さて、まあ、横に立つよな。ちょっと振り向くの早くないか、これ。取れないかもしれないな。ちょっと弱気になってますけど。上の方はどうだ?一応ここは大丈夫。上はいけなくはなさそうだけど、特にアイテムもなさそうなんで、とりあえずここは無視でいい。あぶねえ、あぶねえ。忘れるところだった。じゃあちょっとここ挑戦するしかないんでしょうね、きっとね。念のためセーブをしておきましょう。これ、どこまで逃げればいいんだ?
あいつの横まで行けばいいのかな。ほっ。で、こうだ。お、そこがターゲットの部屋だ。クロース、室内の人の気配はどうだ。マスター、運がいい。室内にはターゲットだけのようだ。では室内に潜入し、プレゼントの手がかりを探してくれ。ただしターゲットには絶対見つかるな。見つかればそこで任務失敗だ。覚悟の上よ、行きましょう。ほう、なるほどね。覚醒剤を手に入れたと。ちょっとこれは近づけなさそうな気がするんだが。マスター、目標が手紙を書いている。大きな手がかりか、もしくはプレゼントそのものかもしれない。見えるか？ダメだ、この距離では。なんとか近づけないか？資格がない。これ以上接近すれば見つかってしまう。どうする、マスター？では他に手がかりになりそうなものを探すしかない。待ってくれ、マスター。小声で何か。サタさんへ。サンタさんへか。ダメだ、これ以上は聞き取れない。どうやらあの手紙に欲しいプレゼントを書いていることは間違いなさそうだな。内容を知る必要がある。だがどうすれば。小声で何か言ってると言ったな。指向性マイクを使え、小さな声も拾うことができるはずだ。指向性マイク？そんなもの持っていない。現地調達だ、クロス。町の南東に倉庫がある。そこになら指向性マイクくらいあるはずだ。そこに向かってくれ。南東の倉庫だな。了解した。倉庫に指向性マイクが置いてある街ってどんな街なんだろう。ま、いや。さて、まあまあ、ここまでは見つかってないですけど、でも攻撃手段がない以上、ノーアラートクリアを目指す勢いでやらないと多分ダメなんだろう。行きましょうか。とりあえずセーブをしておいた方がいいんだろうな。この辺でセーブしよう。何回でもセーブするさ。まあ、ファイルは一つぐらいで良さそう。あぶねえ。大丈夫かな？大丈夫。おぶねえ。これ、この辺歩いてる人の、ちょっと、挙動とかも見ておかなきゃ。あ、これ来そうだな。ちょっとこの辺で。わあ、見つかりそう。こっちまでちょっとオーバーに逃げておきましょうか。あいつ巡回してるな。こいつの後ろをついていく形の方がいいんだろうか。いやーでも危ないな。おばあさんがここまででしょ。で、こうか。南東って言ってましたから、まあアパートより逆。うわ、なんかいる。このおじいさんはどう来る？ああ、引き返すだけみたいですけど、どこか潜り込める隙はこれか。いやー、これは正直運が良かったとしか言いようがないですね。これを見つけられたのは。はいいんだけど、まあさっさと行かないと危ないですよね。これか？うん、これっぽい。セーブしよう。何回でもセーブするさ。さてと、警備員となんか労働者みたいな。あー、これは上から回ってきた方が良さそうだな。あとは警備員をどう巻くかですけど、ここまでは大丈夫。こうか。こうじゃ。オッケー。お、ここは誰もいないか。回復剤を手に入れた。なんか意味ありげな配置だな、この倉庫。ダンボールを手に入れた。ほう。ダンボールか。それがあれば人の目を欺くことができるはずだ。ただしダンボール装備時はレーダーが機能しなくなって人の視界がわからなくなるから気をつけてくれ。ほう。まあ、なんでしょう。潜入任務といえばダンボール。心強いことこの上ないんですけど、人の視界が消えるのはちょっと厳しいですね。まずダンボールを外した状態で、
視界がどの範囲に及ぶのかっていうのを見ておきながら、多分視界に入っても動かなければわからないということなんでしょうね。一歩ずつ進んでいくっていうのもまあ一つありでしょう。で、こっから先の、まあドラム缶の横まで5歩か4歩ぐらいは赤い視界が出てしまうから、とりあえずはこう行って、あ、止まらなくてよかったな、これ。別に段ボールなくても手に入れられたか。はい。指向性マイクを手に入れた。お前か。グロース、指向性マイクを手に入れたようだな。それがあれば小さな音や声を拾うことができるはずだ。はい、それはいいんだけど。どうしようかな。せっかく段ボールがあるから、この男の視界をかいくぐっていくっていうのも一つありですよね。やってみよう。はい。まあここは平気だ。これ以上右には行けないか。何歩ずつ行こうかな。2歩、3歩ぐらい。で、ここは、おぉ、今通り抜けれたな。失敗したな。おい、オッケー。さて、こっからどうするかですね。あのおじいさんもちょっとクセモノなんだよな。でも、ここにいれば一応見つからないから、いいかな、ダンボールは。指向性マイクはまあ今使える状態じゃないですけど、そこでセーブしとけよかった。まあいいや。で、このおじいさんが過ぎたら、向かいましょうか。おっ。まああんまりノロノロしていても仕方がない。お違うな。おばあさんか。あ、でもこれって確か、時計回りに回ってくるからこっちから行った方がいいんですね、きっと。で、このお姉さんをこの辺からかいくぐるんだけど、ほっ、オッケー。まさか警備が増えたりとかしてないだろうね。いっか、ダンボールは。とりあえずセーブして、まあかなり慎重に進んできてますけど、今回はここまでとさせていただきます。次回、プレゼントの内容を聞いていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。